するぞ今日も京都って言わんよな、なかなか今日も京都ってなかなか言わんよ。おにぎり世代はね言いますよ。バカにしてるの、バカにしてるの、バカにしてるの。はい、ゆうちゃんルール説明お願いします。ミニチャンネル。はい、今日は反射神経を鍛える修行をしたいと思います。めっちゃっぽい。使うのはね、この、はい、この器 とあとこの中に、はい、あの何かちょっと物を入れます。物、うん、これをですね、うん、ここに、まあ、ついで1対1で立って、これを交互に叩いていきます、はい、叩く叩く叩いていって、どのタイミングでもいいので自分の好きなタイミングでこの器を取ります、うん、取られた方はその中に入っているものを叩いたらアウトです。なるほど。なので中に入っているものを叩かないように別の場所を叩いてください。はい、これをどんどん続けていって、まあ、叩いちゃったらダメと言いますね。はい、ゲームですね。面白い。準備ができました。はい、なんでアルミホイル引いてあるんですか、うん、思った。みんなの顔の疲れがひどいからレフ板です。やだ、気をつけます。怖いっていうのは冗談だけど、そのレフ板があるぐらいめちゃくちゃ下から光ってて、みんな顔きれい。おー、そう、毎回するとずっと引いてほしい。本題に入ります。はい。その中に置くものはシュークリーム置きます。それぐらい緊張感があった方がいいと思うんで、潰さないようにってことですね。そうなんです。だけれども潰しちゃう時もあると思います。はい、やっぱり食べ物粗末にしちゃいけませんから。ダメです。もしも潰しちゃったら、もう即座にノフドロスって言いながら、もう口を振り込んでください。ノフドロス、ノフドロス、ノフドロス。ミニチャンネル。アイシャーグー、ジャンケンホイ。アイコでしょ、アイコでしょ。忍者チャンネル。チャンス登録。よーい、スタート。悪い。リーダーからですね。よーい、スタート。パン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 。ちょっと今の、ちょっと今の、ちょっと今の。ノーフードロー。まあでもシュークリームですかね。え、これ美味しいね。もっこりじゃないかなと。え、リーダーどうしたんですか。美味しいよ。みんな、ディスナーズやりたいんだよ。忍者チャンネル。スタート。ちょっと待って、ゆいちゃんが厳しいね。ちょっと早い。もっと優しく。全然欲しいな。一番早い。ゆっくり、ゆっくりいきます。せーの。ちょっと待って、バカバカなんだけど。全然合ってないじゃん、タイミング。忍者チャンネル。チャンス登録。ノーフードロス。ノーフードロス。どうしたの？なんかもうわかん、なんか。変なものが入ってる、変なものが入ってるシュークリーム食べ過ぎて、なんかばっか美味しいのか美味しくないのかわかんない。普通のシュークリームじゃないの。普通のシュークリームじゃない気がするんですよね。ちょっと待って、合ってないじゃん。だからさ、あ、さ、ひどくない。全員リズム音痴。リーダーの手拍子を聞いて、はい、ちょっとひたってほしいください。
の今のゆうちゃんのあれです。もうさ、ツッコミどころが多い。ノーフードロス。なめこシュークリーム。なめこシュークリームごちそうさまです。ドキッと。スピード上げます。ノーフードロ。ノーフードロ。ノーフードロ。食べたい人じゃねえか。辛い、おいしい、辛い、まだ仕方ないよな。何さん、わさびシュークリームです。リンゴ屋さんからですね、はい、お手紙が届きました。おー、嬉しい。ちいかわ、ちいかわ、ありがとうございます。8割れ。おー、リーダー学習したんだ。リーダー読んでいいでしょうか。あ、かわいい。うるさいな。忍者ちゃんの皆さんへ略して言ったのかな。かわいい、前伊勢忍者キングダムに行って3人友を探しに行きました。はい、探していたら3人ともを探しに行きました。そんな急に口悪くならないですよ。探しに行きました。門の前で一緒に写真を一緒に撮りました。わ、めっちゃ楽しかったです。また行きたいです。すみれより1年生。うわ、あと大好きです。すみれちゃん、ありがとう。あとね、絵も描いてくれるよ。あー、かわいい。これ、ゆいちゃん。ゆいちゃんです。ゆいちゃん。で、これリーダー。うわー、かわいい。かわいい。上手に描けてますね。以上かな。この流れでおはぎなかったの。あと手紙だね。手紙が。一番かっこよく描いてくれてるのがあるから。あー、上手。すごーい。すごい上手ですよ。しかも、カエル入れてくれてる。かわいい、まあ、こんなお手紙をいただきました。嬉しいですね。嬉しいですね。力になるね。はい、皆さん、またお手紙とうとうお待ちしております。ありがとうございます。頑張ります。いらない。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもお願いします。コメント質問もお待ちしてます。あ、これよこれよ。食べ残しは良くないよ。忍者チャンネル。